トマトソースのニョッキホワイトアスパラガスのニョッキ削ったトリュフを乗せたニョッキニョッキは団子状のパスタの一種でジャガイモと小麦粉との組み合わせで作られるイタリア料理である名称そのものは塊を意味し節目を意味するゲルマン語派のロンゴバルド語の中から派生した節目を意味する中から来ている理由はその形からと推測されるイタリアでは需要のあるものや 重い食べ物を木曜日に食べる習慣がある。ニョッキは結構腹に溜まる料理なので木曜日に食べることが多くなり、ニョッキジオビディーと呼ばれるようになった。もともとは現在のようにジャガイモやカボチャで作るものではなく、小麦粉を練って作っていた。ジャガイモのニョッキが作られるようになったのは、16世紀の後半に南米のアンデス産無薬原産のジャガイモがヨーロッパに持ち込まれ、 17世紀になって、イタリアでも栽培されるようになってからである。イタリアで作られているニョッキはジャガイモを利用したものが主流だが、ローマでは、硬質小麦の引き割り粉で作る。他にもジャガイモの代わりに、カボチャやパンを使ったもの、ほうれん草とリコッタチーズを使ったものなど、多数のバリエーションが存在する。ニョッキは、複数形、単数型は、ニョッコ。ありがとうございます。